おはようございます。40万人は持ってる。ごめん、30万人だった。34万人だった。ちょっと持ったね。6万人ぐらい。サブアカは50万人。すごくない？この通知登録。55万5千人も通知取ってんね、サブアカ。あこちゃんも TikTok やってんだっけ？ネギじゃん。なんかネギみたいじゃない？ネギ。ネギ星人みたいで、なんかね、深谷ネギって感じ。やばいね。なんでこんな縦長になっちゃってんだろう。男同士ね、とかさ。ねえ、それをなんか不安だからってさ、押さえつける、束縛するのいるじゃん。もう大嫌いだ、そんな。ねえ、誰とも関わんないで、とかさ、監視したりとかね。まゆちゃんみたいに。まゆちゃんみたいに。まゆちゃんすごいね。もう、たくまくんの枠ね、監視しちゃったりとかね。あそこも長くねえだろ、もう。なんか、たくまくんを見てて、なんかね、幸せそうじゃないもんね、なんかな。彼女がいるんだけど、普通はハッピーハッピーじゃん。なんか、まゆちゃんと付き合ってなんか楽しそうじゃねえな、みたいな。お父さんのもね、はい、ひでママ、谷ジェンヌでーす。ひでママちゃん、好きな。ね。大好きだった、谷ジェンヌでーす。そんなんで足りないわよって言いそうだよね。もっと買ってきてよ。洗浄もしますか、じゃあ今。こちらね。洗浄も。入れるだけでいいのかな。これカップってやつ買ってきたんだよね。じゃあここに入れるの？に入れて、これは何なんだろうね。このこれは何なの？これ蓋みたいの。150ml 入れるんだって。ぬるま湯って書いてあるけど大丈夫かな。こんぐらいかな。じゃあこちら、初めてやるね。入れてみるよ。じゃあなんかじわじわきた。じわじわ2個入れても大丈夫じゃない。あでもそんなにブワーっとはなんないんだね。なんかもわもわもわって感じ。でもさ、2つでこれで4つ入れても全然大丈夫じゃない。こんな感じでいいの。なんかそうだね、メロンソーダみたいな感じだね。綺麗になるんだったらいいね。でも元がそんな汚くないからね、見た感じ。これで蓋しとけばいいんだ、とりあえず。あなんか綺麗になってるような感じがする。ひでママ大好きだったからね。1日で多い時2回3回行ってたからね、ここのパン屋。そんなに美味しくないの。これが一番好きだったよね。
もうソーセージのやつが懐かしいっつってね。これなんか魚肉ソーセージみたいのが入ってんだよ中に。でなんかカレー風味みたいな、軽くなんかカレー味みたいな。うん、でもさ、リスナーさんとかもハマってる人いるんだよね、このパン屋。毎週あの埼玉から買いに来てる人とかいるんだ。すごくない？こんなに美味しくないの、毎週買いに来てるみたいな、日曜日に。だからこういうパン屋さんが少ないのかなみたいな。うん、いや美味しくはないんだけどね、普通なんだけど、なんか雰囲気がいいんだよね、パン屋さんの。この店主とかもすごいね、気さくだし。なんと接客がいい。いや、私最初から、最初に来た時からそう言ってるよね。ね。一番最初に来た時から言ってるよ、そうやって。だって味は普通なんだもん、めっちゃべらぼうにうまいわけじゃないんだけど、ハマっちゃうみたいな。不思議よね。普通な感じがいいんだよ、普通な感じ。もう匿名クストさ、なんかババアみたいなのが湧いてくるよね。こいつらが匿名書いてんだろ。質が変わんないもんね、コメントをね。普段匿名書いてる人たちだよね、あなたたちね。変わんないよね、本当に内容が。なんでさ、そのさ、食べ物の感想なんてさ、なんで美味しくないものを美味しいって言わなきゃいけないの。そういう世界に生きてんのかなみたいな。で、まずいラーメン屋とかに行くんだろうね、あなたたちは。ね、わざわざまずいラーメン屋とかに通うんだろうね、そういう人たちって。気使って、うん。そういうことを言ってんですよ、なんちゃん。あ、お茶ばかりやとチャレンジね。いや、逆に食べ物屋とかね、美味しくないとか言ってあげた方がいいと思うよね。美味しくもないのに美味しいって言ったなぁ。だって味が変わんないんだから。ねえ。そうでない？美味しくないと言えばあっちはね、中身を変えたりとかメニューをね、変えたりとかするんだから。そうだね。で、なんで他のことはクレームをつけるのにね、食べ物屋だけクレームつけないのおかしくないっすね。いただきまーす。他のことは文句言うんでしょ？例えば銀行に行ってさ、遅かったら遅いって言うでしょ？なんで食べ物屋だけにそんな気を使うわけ？まずかったらまずいって言えばいいじゃん。なんで言わないの、正直に。なんで店に気を使わなきゃいけないの、お客様なのに。それはおかしいだろ。はっきりと言った方がいいと思うよ、そういうのは。で、私に対してもね、お客様じゃん。私に対してももっと優しくしてよ。そういうことで、なんであなたたちは言いたい放題言うの、私には。ここはね、じゃあパン屋さん、
美容室、ね、銀行だと思って話のすり替えじゃなくて、これは美味しいわ、このオニオンのやつ。ちょっと温めたら美味しい温めたら美味しいかもね、これうん、ちょっとレンチンしたりとかね。中にさ、ベーコンとか入ってて、なんかちょっとクリームソースみたいな、シチューみたいのが入ってる。クリームソースかな。スタードだと何が発売されてんの今。昨日はスターバックスとマックか。ポケモンのやつが新しく出たの。あ、ピスタチオのやつ嫌なの。なんかスタバのピスタチオパース、ピスタチオって美味しくないよね。去年も出たし。あ、なんかコメダコーヒーのグラコロは結構豪華みたいよね。美味しいらしいの。本家よりうまいってね。コメダでもグラコロ出てんだけど、あれ美味しいらしいの。うん。影響力ある人はまずい発言はやばい。は？金もらってんだったら美味しいって言うよ。またその話する？金もらってないんだけどなんだっけ。ねえ、金くれんだったら美味しいって言うわ。まずいなんて言ってないんだよ、なっちゃん。まずいなんて私一言も言ってないよね。普通って言ってんだよ。普通って褒め言葉じゃないの。ねえ、普通ってまずくもなく美味しくもなく普通そう俺ボリュームもたくさん あ、耳鳴りすごい、めっちゃ耳鳴り、両耳しかも。すんごい耳鳴り。ひじみさんいるのかな？ここにいる、横に。一緒に食べてんのかな、これ。でもさ、今入れ歯が入ってないから食べれないよね、多分ね。入れ歯ないとね、噛めないかな。もう心臓痛が。結構苦戦してんじゃないか。ふふ。うん。なんで、どうした？どうした？声聞こえた。いるね。いる。今いる。一緒にパン食べてる。やっぱ入れ歯を洗浄したことがいいんじゃない？これが儀式的な感じで。やっぱりキーポイントは入れ歯だったんだよ。これね、降臨させるっていうんだよ。魂が宿るみたいな。そう。
で、まだ成仏しちゃっても困るように、まだ話したいこといっぱいあるからね。最後に話したいな、本当に。うん、最後に言いたいことあんねん、おめえよってさ、喧嘩したいんだよ私、てめえってことな。酒おかまヤクザって勝手に死にやがってみたいなさ、あれほど口酸っぱくない酒飲むなって言っただろうって言いてえわねえ。周りの人は誰もさ、辞めさせなかったんね。私ぐらいで辞めろって言ってた。みんな飲め飲ましてたね、飲めってさ。で、ひでママが家で飲んでた時は私隠したりとかしてたからね。飲めないように。流したりとかさ。飲んでるやつを隠れて流したりとかさ。大変よ。ブロック入れられまくったもんね、うちのリスナーさんもね。相当ブロック入れられたと思うよね。最後500人ぐらい入ってたからね。相当入れられてたんだね。だってさ、ブロックをね、最後解除しましょうって、解除した瞬間に500人バーンって増えたからね。だ、もっとってことで500人以上入ってたの。で、デコルテ姉さんもこう手でさ、こいつ全部解除してね、こうやってパッ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 って。ちょっと様子見てみようかな。ちょっとお箸で。あ、でもなんか綺麗になってるような気がする。もともとそんな汚くないもんね。大丈夫だな、これで。なんかここにこうやるってこと。あ、やだ。ちょっと待って。すいません。こうやって水を切るんじゃない、こうやって。水で洗うの。じゃあここで洗ってあげればいいじゃん、こうね。こんなん初めて聞いたけど、みんながやらないだけなんか法律違反してる、私何か法律違反をしてますか。ほら、またうるさいの出てきたでしょ、ガチャ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 ねえ、またガチャガチャ入れ歯見た瞬間にどんだけ入れ歯好きなんだよねえ、ほんとに入れ歯を見せた瞬間に湧いてきたんでしょ、またモラルの問題とか言うんだったらもう見ないでくれる、私の枠を。なんで見てんの、こういう放送をする人だから。初めて今日見たのかな、初めて見るんだったらもう見ないね。で、今まで見てた人もね、もう見ないでちょうだい。ね、前から私予告してた、外でね、入れ歯洗うって。1週間前から言ってたし、企画でやるよって。聞いてないだけでしょ？機嫌悪くない、全然。で、こんなんで叩かれたくないね。私は追悼のためにやってんのに。みんなとはセンスが合わないってことだよね。パリジェンヌの前で入れ歯を洗って、ひでまもんね、供養しようっていう企画を
すごい壮大な企画だなって。その意図も分からずにただガチャ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 言ってるだけでしょ。私が譲りを受けた入れ歯に対してただの入れ歯じゃないっつってんじゃん。パン屋の前なら女の注意されたらやめるよ。何も言われてないじゃん。店の人も何も言ってこないよ。さっきし後ろで見てたけどね、入れ歯なってても言うわけないやん。直接言われたかっつんだよ。やめません、言われてもやめません。私は他のとこでね、言うこと聞く配信者のとこ行ってきなさい。ん？ラジコン聞くような。ちなみに隣保育園です。パン屋と保育園の間で入れ歯を洗ってます。うん、はめてもいいかな、はめてもいいか。これもう洗わなくても。ハワコはほえー、ハワコ。うん。うほ。ハワコのかかわかはが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 からに一回か。一回か外して吸って。すげえ。どうするんでしょうか。おしっこ漏れるぞ。おしっこもれる。おしっこもれる。やばい、ほんと。もらってもらえ。ローションをどっかに活用しないとも言わない。これ、ちょっと刺激を与えたらなんかどっこだろう。もうレベル89ぐらい、レベル89。もう何だかもう、ああ、おしっこ漏れた。ああ、ダメ。もうほら、ああ、恥ずかしい。おしっこ漏れる。
すよ。あと、もう一個なんか、ブルーの袋ですよ。あ、これ、真っ赤からおちんちん出せられないよね。おちんちんは出せたくない。出しはダメなの。もう限界超えてるの。もう限界超えちゃって大変なことになってる。濡れちゃった。もう超ギリギリだ、間に合わなかった。恥ずかしい、おもなしなんて。もうショック。まあ、ショックなんだけど。見せたらバンなんでそうだ。なんで怒ってんのじゃなくてショックなの。めちゃくちゃショックなの。おしっこを漏らしたことに対して。もう終わっていいですか。マジ立ち直れないかもしんない。これおしっこ漏らしてこんな恥ずかしい格好になってさ、こんな格好になって、じゃあ終わります。